はい、皆さんこんにちは、リオです。今回は新たなルート、最強ルートが構築できましたので、そちらをね、紹介していこうと思います。で、今回のルートを使っていただくと、なんと3時間程度で、巨人の火の釜に到達して、火を灯すことがね、できます。今回紹介するルートは、私がね、最初に紹介しておりました、開始1時間でヌルゲート化す最強ルート。これの改良版、プラスアルファ、中盤以降最強のルート。こちらもうまく活用しながらですね、今回はこちらの刀、明月月隠れ、こちらをね、メインで使用していくルートっていうのも構築できました。それ以外のルートにもね、いろいろ派生することができるんですが、かなりね、新しいキャラクターの育成におすすめのルートとなっておりますので、ぜひね、皆さん参考にしていただけたらと思います。それでは紹介していきます。序盤1時間ぐらいは基本的に、エスト集めだったりとか、割り符だね、ちょっと集めて特殊なルートでね、今回進めていこうと思います。その、まあ、道中、案内を要所要所だけねしていこうと思うんですが、とりあえずまあ最初はここ目指します。はい、トレントをもらった後、一度エレ教会に戻ります。はい、するとここでね、ラニがいますので、ラニと会話をして、呼び鈴とはぐれ狼の位牌、獲得することができますので、これしっかりやっておきましょう。はい、トレントをコーチにセットして、お返ししていきます。向かう先は南に下っていって、すすり泣きの半島の方面に行こうと思います。で、道中のかがり火ね、しっかりと祝福かな、しっかりと灯すようにしていきましょう。
はい、すすり泣きの半島の、巡回が終わりました。今の段階で境界を3つ回りましたので、雫が3つ獲得できた状態になります。で、このエリアに関しては、これで一旦終了でいいかなと思いますので、再びね、こちら、石門前、もしくはアギールの湖の北に戻ってください。次はここ、大サマリカ教会目指そうと思います。はい、で、大サマリカ教会に着いたら、この霊薬をしっかり獲得して、これもセットしておくようにしましょう。個人的に私、霊薬はね、ショートカットの上で回復してます。右を位牌にして、で、左をね、ランタンとか、あの辺りに私はセットしています。はい、で、大サマリカ教会に着いたら、下、これだね、このチョボのマップ、これを取って、そのまま城塞まで、行ってしまおうと思います。デクタスの昇降機をね、起動させるための割り符をね、集めに行こうと思います。はい、ハイト砦に着いたら一番上を目指していきます。で、間違ってもね、戦わないようにしてください。序盤ね、レベルとか武器とか強化一切してない状態で敵との戦闘をするっていうのはね、結構このソウルシリーズ系統ではかなり難しいとされる要素になります。普通にボス戦に行く方がまだ楽かな。雑魚のモブをね、処理する方がよっぽど大変なので、基本的には戦わないように、やっていきましょう。なんか登ってこないんだけど。はい、ハイトトリルでまでやってきまして、割り符が、ここに入っていましたので、割り符がゲットと、入り口のところにあったね、黄金の獅子獲得できましたので、このエリアは一旦もこれで終了かなと思います。じゃあ次は、一旦かがり火、石門前に戻って、北側ボロ小屋目指して右側行くルート、ケイリッテを目指していくルートを紹介していきます。はい、嵐岡のボロ家に来ると、ロデイルとの会話を済ませて、この上の石剣を取って、なおかつ道中のね、この辺かなに黄金の種子ありましたので、それを1つ、もらっておきます。で、ロデイルが移動した後、ここにね、黄金の種子もう1つ落ちるようになりますので、円卓にね、ロデイルが移動したら、この嵐岡のボロ家、にまた戻ってくるようにします。じゃあ、ここから、今からは、ランスのタリスマンを取りに、この岬まで行きます。プラスアルファ、ここにね、アレキサンダーいますので、NPC イベントを進めたい方はやってください。ちなみに、今回のルートで行くと、デクタスの昇降機を先に開けてしまうと、強制的にラダン戦が先に始まる形になりますので、アレキサンダーのイベントは、今回は私はスキップしていこうかなと思います。で、このままずっと行って、この辺りかな、ケイリットの入り口付近に、かがり火拠点を作りに行こうと思います。
で、この境界保つとアナスタシア入ってくるんですが、まあ別に負けてもいいしぐらいの気持ちで。負けた後に、正面通らず、サイドから抜けていけば、普通に抜けれます。はい、というわけで、ケリトのね、主要拠点に到着しました。ボロ小屋、違うな、嵐丘のボロ家抜けて、戦技が学べるね、このボロ家越えて、橋越えて、で、ここにね、カボチャ頭がいるんだけど、この辺に鉱石、落ちてますんで、これも拾って、そのまま、呼び水村の外れ、に入って、ここにボスがいます。で、ボスがいて、これなんて言うんだろうな、なんか墓みたいなところ、この辺にも鉱石落ちてますんで、これ拾っていただいて、で、今さっき出てきた、NPC の敵がいたのがこのくすぶりの教会で、今いるのが腐敗を望む霞台ということで、ここの拠点を活用しながら、鉱石集めをね、やっていきたいと思います。で、今とりあえず集まってる鉱石が、通常の鉱石、単石が1、8と2が1、それぞれ揃ってるんですが、装飾の探石ルートを今回選んでますので、このエリアで5と8と9の強化素材が落ちてますので、そちらをまず回収に行きつつ、それぞれね、いろいろ漁っていこうと思います。じゃあまずは、南側にあるゲールコードかな。で、この墓の下にあるんですが、ちょっとこの墓の部分もね、ちょっと回収しておきます。ここになります。で、敵強いんで、今の段階でここに、行く人は全スルーで、頑張ってみてください。ここに探石の2があって、ソウル持ってないんで死んでも大丈夫です。ルーンかな。ごめんなさいね。ダクソ用語がちょいちょい出てしまって、よく指摘されるんですが。で、これ。この黄金漬け、これ必ず取るようにしましょう。これめちゃくちゃ大事です、後半。で、こっち側に行ってもらって、でかいのが落ちてきた、ここに装飾の探石の4があります。これで2と4が集まったので、あとは1と3かな。で、1は今回買うルートで行こうと思います。で、3は途中中でね、集められるところがあるので、集めていこうかなと思います。つん。で、ここがボス部屋になります。後でまたね、倒しに行きます。で、アレキサンダーがいる1個隣の部屋、ここにね、かがり火ありますので、これで、拠点を作っていきます。祝福だね。で、この状態では転送できないので、このまま外に1回出て、転送します。と思ったら、円卓に連れてこられたんですが、ローデリカがね、なんかね、移動しないんだよね。なんかの条件が多分あるんだろうな。ボスを倒すとか、なんかそういうのがあるのかもしれない。せっかくなんで、内刀、強化しとこうかな。せっかくなんで、さっき拾ったルーン使って、ヒートシールドかな、これ。ヒーターシールドか。カット率100%の盾、一応買っておきます。はい。で、再びね、この霞、望む霞台に戻ってきて、今からやるのは鉱石だね、探石かな。無色の探石8と9を獲得しに行きます。で、5もね、ここにあるんだけど、それはね、マップがちょっと見えるようになってから、ルート案内していこうと思います。
はい、先ほどのかがり火から、1つ、2つ灯したところ、ここにね、マップがあるんですが、真珠島の目の前にいます。で、真珠島の方面にまず向かっていただいて、スカラベがいます。そのスカラベをね、落下死させるか、まあ、どっちかちょっと選びながらね、倒したいと思います。受けることができないんで落下死がいいかな。で、外に追いやるように、向けて、で、ここから1、2発ぐらいな。で、装飾の探石が8、無色の探石8が獲得できて、この下。で、この倒れてるこの死体が、無色の探石の9になってます。で、ルーンの甲とかもね、あるので、これしっかり拾っておきましょう。はい、というわけで、ファルストリデのふもとのね、祝福までやってきたんですが、竜塚の西ですね、ここから、探石8が取れたスカラベがいるのがここ。で、さらに、ぐるっと回って下、降りていただいたここに、装飾の探石の9があった状態に今なってます。で、今目の前に見える竜なんですが、先にリエニエに走って切り踏みを取って、冷凍の効果と、出血の効果で、ささっと削っていきたいなと思いますので、とりあえずファルストリデに、デクタスの昇降機の割り符の片方を取りに行こうと思います。で、先ほども言いましたが、敵強いので、スルー安定です。はい、割り符の右が獲得できたんですが、ここはもう一つね、タリスマンも取りに行きたいので、このまま降りていただいて、右側ぐるっと回っていただいて、ここを降りたら後ろにローリングで、ここの破壊を、この壁を壊しといて、ネズミの火力が痛いで、ここのオオネズミも回避して、で、ここでプロロします。はい、こうすることでね、この割と強いラダゴンのただれ刻印が獲得できます。これ後でつけるようにします。で、とりあえず、このエリアで取っておくべきものがここに、まだありますし、ラダンのね、城塞の近くも祝福を灯していきたいなと思いますので、もう一回キレムの廃墟に戻っていきます。で、ここまで来ると、この竜の奥にも教会見えるんですが、あれ、ドラゴンの心臓とアイテムを交換する教会で、雫は特に落ちてないので、あそこは今回スルーしていきます。はい、というわけで、ラダンの城塞前まで来ました。で、ここにマップがあって、ここら辺に黄金の獅子がありました。で、
ラダーの状態前にこの点装置があると思うんだけど、この点装置の発動条件っていうのが、ラダーン祭、ラダーンのボス戦闘が始まる際に、その NPC 系統のイベントを進めているかどうかとかっていう条件によって、いくつかね、その発生する条件っていうのが変わるらしくて、発生した時に使えるワープになってます。で、これ発生してない状態で、そこに向かっていくと、ボスエリア、中ボスエリアに2体、のボスがいるんですが、このステータスが低い状態で戦うのはかなり厳しいボス戦になります。で、デクタスの昇降機を使って、アルタ郊外まで、高原か、まで行くと、強制的にラダーン祭が発生するようになります。で、逆に言うと、もしかしたら NPC によっては、強制的に発動されてしまうがゆえに、NPC イベントを進行できなくなる可能性っていうのがあります。この辺の詳細はね、まだまだ情報が正確に出揃ってないんですが、アルタ攻撃に行くのが、ラダーン祭の開催のその要件の一つにもなっていますので、今回はそのルートを使って中ボスをスキップした形でやっていきますので、NPC イベント気になる方は、この攻略はお控えください。はい。で、じゃあ次に、ここのね、装飾、模索の探石5を取りに行きます。で、ここちょっと分かりにくいんだけど、遠巻きでは。一応こういう感じでくぼみがちゃんとあります。で、近づくとね、爆発する系統の敵がいますんで、そのまま駆け抜けてやってください。するとこのでっかい玉の後ろ、ここ模色の探石の5がありますんで、もうまあ現段階でやろうと思えばプラス5まで、強化の方ができます。はい。ケリトの探索、とりあえず、取っておきたい分のアイテムは取りましたので、今度嵐岡のボロ家にやってまいりました。一応見とこうか。やっぱりローデリカいるね。はい。嵐岡のボロ家から橋の下渡って、獣王祭の外壁、伝って、湖を望む断崖という係引きからイリス教会まで来ました。ここでね、雫が取れます。で、この先生なんですが、レアルカリアの聖堂を攻略した後に鍵を渡してあげると、そっちに移動するっていうようなものもあったりしますので、興味のある方はね、進めていってください。魔術師のルートでは割とね、重要なキャラクターじゃないかなと思います。はい。で、先ほどのイリス教会からずっと北西に向かって、今、ラスカの廃墟というところに来てます。で、ラスカの廃墟出たらすぐ転送装置ありますので、それを使って、
レアルカリアの入り口までマップをつなげていきたいと思います。はい、で今回レアルカリア自体はこのルートの中ではね攻略はしませんが、皆さんの方でね後々しっかりと攻略のを進めてください。まあ、特に魔術師ルートにはかなり大事なマップになってますし、能力値の生まれ変わりがねそもそもレナラを使って、できる部分がありますので、まあ、全ルート解放が望ましいかなと思います。倒さなくても正直ストーリーは進められるので、しっかりと進めておいてください。でこれ左側抜けた後今度右側、移っていただいてこの上ジャンプしていただいて1個2個、はい、3個目の大きなところを越えるとここに黄金の種子があります。で、北側に向かって思いっきり走っていきます。はい、レアルカリアから北北西かなに向かって、来てもらうとですね、この門前町の北っていうかかり火があります。でこれこのままずっと北に行ってここを目指します。でここにね無色の炭石の3が落ちてますので拾っておきましょう。ちなみにあの歩く霊廟ですね、4つある足のところになんかねこびりついた苔と一緒にこびりついたドクロがあるんだけど、そのドクロをね殴る行為で落としてもらっていくと、一定数落とすと崩れて中入れるようになりますので、興味のある方はそちらも、やってみてください。ボスソウルだね、追憶を持っている人はそれを複製することができます。さあで猛食の炭石3が取れたので、今度方向的にはあちょっと分かんない、こっち側北西側西側かな目指していきます。イメージ的に言ったら向こうに見えてる丘かな、あっちの方面です。はい、でこの地点にマップ落ちてますんで拾ってください。で目の前に見える遺跡越えたここにかがり火があって、鍛冶屋イージーが、います。この段階で無色の炭石1を個人的には買っとくのがルート的には楽かなと思います。はい、で今、カリアの上官の前を灯して、この泉のところプラスここに橋が一応ありますんで、そこの方面に来たんですが、こいつがね、霧踏み、あの強戦技の霧踏みを持っていますので、欲しい方は取っておきましょう。ここですね、渡れるようになってます。はい、というわけで、リエニに入ってからは、ラスカーの廃墟から目の前ワープ転送して、レアルカリアの南門に到着して降りて、種子黄金の種子一つ獲得、そこから北側の方面に向かって行って、門前町の北のかがり火からさらに北に行ってここだね、無色の炭石の3を獲得して、でイージーのルートを開拓しといて、カーリアの上官前通って霧踏み、この泉で霧踏みのスカラベを倒して、今ベールム強化に来て雫を1つ獲得した状態になります。この段階でもかなり強化できてますし、こっち側に派生していくっていうやり方ももちろんあるんですが、今回
デクタスの、昇降機直接向かいますので、今回はそっちで行こうと思います。はい、デクタスの昇降機上がってまっすぐ道行ってもらうと、道が左と右に分かれます。右に行くとローデイルの王城で、上に行くとね、あれ何だったっけ、風車村かな、あの方面に行くんですが、その間ぐらいにね、ちょうど祝福が置いてあるんですが、今度北側ですね、マップを獲得するのと黄金の獅子がねそこにありますので、そっちの方面から向かっていきたいと思います。こっち側から行くとね、黄金の獅子が3つ取れるかな。これが一つ目です。はい、先ほどのかがり火から一つ、この辺りに黄金の獅子があって、マップがあって、そのまま過ぎていって、今ね商人がいるところの近く大橋に来ています。ここに商人がいます。でそこにいるね、このワープなんだけど、橋の対岸、崩れた橋の対岸、こっち側まで、送ってくれるんですが、ここに黄金樹の獅子ありますので降りていきます。はい、でこの北側のこの入り口の付近ですね、危ない、ここの丘一段登ってもらったところだったかな。よいしょ、ここに種子落ちてますんで、これもしっかり拾っておいて、ローデイルの城の中に入っていきます。はい、そしてローデイルの城の中入ってきました。今からこことここかなを目指していきます。ここに黄金樹の種子が2つと2つありますので、合計で4つ獲得することができます。なのでこの段階でね、一旦聖杯瓶のね、強化素材の集めは終了していこうと思います。でここ後ろからガーゴイル降りてくるんだけど、中央にいると引き殺されてしまうので、1個外れた方向から行きましょう。あそこね、引き殺されてしまうので、で後ろから方向ブレス打たれてもいいように車線切りながら進んでいきます。でこの辺ぐらいまで来るとリミットオブエリアになってて、こっちまでは来ないかな、来るんだけど、はい、で目の前に黄金の獅子が2つありますので、この段階で聖杯瓶が10個になりました。すごいね、綺麗に全部使い切ってますね、この段階で10個です。じゃあ、今からね攻略の方に向かっていきたいと思います。で一度円卓に戻っていただくと、ローデリカここにいますので、せっかくなんでローデリカイベントも進めていきましょう。
これで一応完了です。で、ちょっと余談になるんだけど、この人に抱かれると HP が下がる代わりにアイテムもらえるっていう話があると思います。で、正直、その、やらない方がいいっていう動画がちらほら出てたのを私見たんだけど、普通にこのアイテム強いんで、使ってもらったらいいと私は思います。まあ、嫌ならね、そのアイテムちゃっちゃと使っちゃって、ステータスを元に戻すこともできるので、まあ、どちらでもいいかなと思うんですが、普通にアイテムそのものは、強靭でご利用せる時、ご利用してしまえばいいかなと思うので、むしろ救済かなってちょっと思う部分もあります。まあ一度興味のある方は使ってみてください。今回のルートでは使えません。さあ、円卓で準備を整えたらファルストリデに向かいます。いよいよね、ここからレベル上げプラス、まあ、装備集めだったりとかいろいろ進めていこうと思います。で、手始めがまずこのドラゴンの討伐からいきます。で、切り踏みをつけたのはこれが一番理由がでかくて、出血の効果のある武器であれば、何でも倒すことはもちろんできるんですが、出血プラスね、この凍結の効果っていうのが非常に強いので、それらを活用して討伐します。で、倒すときなんだけど、ちょっと一個注意しておきたいのが、これ、取得ルーンが増えるっていう、これつけておきましょう。これめちゃくちゃ強いです。で、討伐した後、ルーン獲得するまでの間にラグがありますので、メーターがなくなって、ウィアーという声を上げてから使うと、ちょうどいいタイミングじゃないかなと思います。早いでしょう。これ出血だけだと結構時間かかっちゃうから、切り踏みと相性がすごくいいですね。あ、ちなみに切り踏みは攻略には私は使いません。まあ、戦技に関してはね、思うところがある人が一部いらっしゃるので、まあ、いわゆる強い、強武器と言われる、強戦技と言われるような類のものは、この攻略チャートでは使っていきません。まあ、月隠れの戦技も強いっちゃ強いんだけどね、ちょっと他の戦技ほどは壊れてないかなと思いますので、月隠れの方の戦技は普通に使います。はい。というわけで、周りにいたドラゴンもね、合わせて討伐されましたので、所持ルーンが、まあ、9万7千近くということで、次のポイント、腐敗に望む霞台で、次隠れを取りに行きたいと思います。間違えた。ゲールコードだな。からの間違えた。あ、うわ、最悪。はい。というわけで、レベルの方を上げました。生命力が21なんですが、月隠れ、技量が18の知力23必要なので、この段階で使うにはちょっとね、ステータス的にあまりにも厳しい、武器ではあるんですが、まあ、ボス自体はね、それほど強いボスではないので、しっかりと攻撃を見てね、戦っていきたいと思います。前振り。で、こっち向きにブレス吐いたら左側に逃げると。で、飛び上がったら手前にローリング。で、ちょっとなんか剣を上に上げるようなモーションが見えたら回転で逃げます。当たっていきます。危なっ。で、突進始まったら一回離れた方がいいかな。で、わお、逃げるエリアがなくなっちゃった。 OK。で、横向いたら反対側に逃げていく。で、剣持ち上げたらローリング。
もしかしたらこれ致命取っても大して入んないんで殴り切っちゃいます。やっちゃったー。はい、というわけでイージーのところまでやってまいりました。ここだね。上下への道、ここまで転送してきて、無色の探石の無、位置を一つだけ購入して、強化の方ができました。名刀月隠れプラス5ということで、攻撃力も350になってます。まあステータス的にねちょっと生命力低めにはなっちゃってるんだけど、一応これでね使うことができます。これです。非常に強いですね。この武器を使って、今からボスをねサクサクと倒していきたいと思います。まずは嵐岡のボロ家に行ってルートを開拓していくのプラスアルファはこれだね。黄金の刺繍を獲得ということでいきましょう。いいね、今晩やさっき絡むんだよ。はい、でここにね、ロジェルだったかな、呼び出しがあります。勝てない人はね遠慮なく最初は使ってこのゲームに慣れてください。はい、というわけで、万全の状態になったので討伐していきたいと思います。構えたらローリングからのローリング1,2,3 で食らっていくと。普通に負けそうできた。遅らして1,2,3,4からの戦技。回復。ほい。1,2。出血で行ってしまわれたか。はい、というわけでお守り袋を一つゲットいたしました。はい、でここからはしばらく、HP に振っていくのが安定だと思います。能力値をね増やしていく特化型のビルドも強いのは強いんですが、やっぱりまあ体力がないと基本的にはね、戦いにくいゲームになってきますので、体力にしっかり振っておきましょう。でちょっと余談になるんですが、レベルが上がるにつれてね、どんどん基礎の防御力上がってきます。このゲームの防御神装甲だと思ってる人結構多いんですが、50レベルと100レベルでは、被ダメージを受けた時のね、そのゲージの減り方、断然違います。なおかつ、物理カット率をね、上げておくタリスマンなんかも、かなり有効度合い高いので、ダメージが痛いなと思う人はね、積極的に使ってみるのがいいかなと思います。チキショメ。で、細かい探索はね、エリア踏破後とかでも全然できますので、今回は割と、スルーしていく方向で、やっていきたいと思います。
はい、こういう感じでね、視線儀売ってくれます。まあ私は一旦スルーしますが、ロジェルのイベントをね、地下の方に、どん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 進んでいくようなマップが一応秘密ルートとしてあります。気になる方はね、詳細、まあウィキにも載ってますんで、調べていただいたらと思いますが、この下のね、どん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 下に行けるルートっていうのがありますので、興味のある方はぜひ進んでみてください。で、ここ、石剣使ったところだね。これ、かなり重要なアイテムです。派生をね、複数作ることができる銃口と、何だったかな、鋭利とか、そういうのだったかな。銃口鋭利系統の派生系の武器、戦技をつけた時に選択ができるんですが、ちなみに今、銃口が筋力、鋭利が、何だったっけ、技量。に依存したステータスに変わるって形になります。いわゆるまあ筋力補正とかが変わるってやつだね。かなり使い方によっては強い、アイテムになります。ぜひね、使ってみてください。はい、ゴドリック倒したんで、まあ、真珠島に向かってもいいんですが、まあ、特になくてもいいかなと思います。どっちみち、ルーンの方がないので、ルーンの効果があまりないので、そのまま、ラダン、行きたいと思います。はい、というわけで、先ほども言っていたように、ここだね、デクタスの昇降機、登った段階で、おそらくフラグが成立して、ラダン戦、直接行けるようになりますので、これでワープしてください。で、ワープが使えるようになってくると、場内の敵いなくなってます。で、一応ね、ここを右側にかがり火があって、そこかな。ここが本来中ボス、2体出てくる中ボスのエリアになるんですが、その中ボスもスキップされるという形になってます。中ボスがなかなか倒せない方、で、早くね、ラダン倒して、ノクローンに行きたい方なんかは、こういう感じのルートも、まあ一つありかなと思います。NPC イベントが飛ぶ可能性があるので、そこは本当に注意してください。まあ、私はね、NPC に関係ない、キャラクターのビルドを組むときなんかはこういうね最短のルートを基本的には選んでいきます。
はい、ラダン戦の戦い方です。基本的にはもうどん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  NPC を召喚していってください。で、序盤打ってくるこの紫色の矢に関してはローリングでしっかり回避する。で、上向きに矢を打ったら円形に進んでいく形を取ります。ちゃんと加速を使ってね、円形に進んでいく。そうするとなかなかね、当たりません。まあたまに当たるんだけどね。で、この音聞こえたら降りてローリングで回避で、もう一回進んでいって、こういう感じでね、待機してください。で、ここにいると当たらないんですが、はい、NPC が到着したら、こういう感じで戦闘が始まるんで、それに合わせて近づいていく感じがいいです。なぜ降りた？これは近づいていいです。4体も生きてんのか、優秀だな。私の方に。この石がね、マジでやばいんで、これマジで要注意ですね。ラダーの体から離れた瞬間に、馬から降りてないと多分即死です。あー、これマズったな。いやー、一発で倒したかったけど、まあ仕方ないね。はい、実際ね、ラダン結構強いです。で、こういうちょっと特殊なビルドで挑んだりすると HP もやっぱ少ないんで、なかなかしんどかったりするので、厳しいなと思う方はね、レアルカリアの行動を優先し、攻略をね優先してみていただけたらと思います。はい、というわけでなんとか勝てた。はい、というわけでね、レベルも一応45レベルまで来ました。体力も30まで触れてるんで、割とね余裕出てきたかなと思います。というわけで、隕石が落ちた先にしっかり向かっていきたいなと思います。いつも第3マリカ教会しかこの辺り拠点作ってなかったんだけど、ハイトトリデ西っていうか、祝福があるんだね。はい。で、反時計回りでぐるーっと入っていきまーす。
一応あそこの上のアイテムなんだけど、こっからジャンプしていけば、いけます。もう私は特に必要ないアイテムなんで取りに行きませんが、はい。で、今、ノグロンの秘宝の一番近いかがり火まで降りてきたんですが、ここまで来たら二つ、槍に帰ります。一つが、うつしみの、ゴーまでの強化。次のガーゴイル戦に備えてね、うつしみの強化をしていきます。それと、もう一つが、ラニーイベントの、まあ、発端となる、そのノグロンの秘宝を手に入れるっていう、ミッション。があると思うんだけど、そのノグロンの秘宝が欲しいわけでは正直言うとなくて、もう片方のその霊視のスズランだねの最大強化プラス10にできるアイテム、あっちの方が欲しいんだけど、ノグロンのイベントを進めないことには獲得ができないので、ラニーイベントも、少しだけね進めていこうと思います。
はい、というわけで、シミとりあえず3までしかちょっとルーン足りなくて強化できなかったんですが、強化できましたんで、カーリアの上巻だね、ラニーイベントを進めていこうと思います。このエリアはね、下から手が出てくるんだけど、手がいっぱい見えるんで、ちょっとね、下向けて、歩くのがいいかなと思います。まあ、だいたい場所を覚えてるんだけど。で、こいつが気づいてくれなかったら嬉しいんだけど、気づきますよね。で、あそこの、あれ、寝台ってか、棺かな？の中に、鉱石落ちてますが、まあ、このルートは、特殊武器しか基本使わないので、いらないかな。もし、ちょっと出てください。3回4だったかな？だと思います。さあ、プラさんのお手並み拝見といきましょう。70か。消し様 取りやがった。はい。というわけで、先ほど倒したボスから抜けて、西側かな、ラニの魔術師等に来ましたんで、ラニと会話していきたいと思います。多分全部カットするけど。はい。上と下、そしてまた上と会話をして、ちょっとね、忘れ物があったので、円卓に戻ります。はい。で、円卓に行って、やっとかないといけないことなんですけど、大ルーン2つ獲得したら、このおばあちゃんに、話してください。そうすると、はい、お守り袋がいただけます。はい。というわけで、まあ、この段階でね、名月月隠れがプラス5、ユニーク武器のプラス5と、はい、こちら、慈しみの位牌、これがプラス5になりましたんで、今から、一番メインの戦いですね、ガーゴイル戦に向かっていきたいと思います。
こいつが一番強い。さあ、というわけで、なんとか行けましたね。こっからはもう、瞬殺祭りが始まっていくと思います。一番楽しくなってくるところだね。はい。で、この、深き根の底に関しては、もう基本的に私はスルーしています。重要なアイテムだけパパッと取ってね、それが基本スルーで、いきます。まず、この木の根を伝っていって、ここを降りて、で、アリのお尻と、母色の炭石、6かな、が落ちてますんで、それをまあ拾っていく形です。一つ、二つ、三つ、四つ、そして五つと、プラスアルファ、ここに、六が落ちてますので、これしっかり拾っときましょう。で、エルデの流星を取っといて、木の根をくぐってまっすぐ行ったあたりかな。ここに一つ目のかがり火があります。向こうにもね、一個あるんだけど、とりあえずここ灯しておきます。で、今回、ガーゴイル倒して得たルーンに関しては、うつしみの最大強化にルーンが必要になってきますので、ルーンをねちょっと回収するだけにして、次のエリアスースランの6789を獲得しに行こうと思います。で、ラニの人形がね、イベントが進めば落ちてる棺を越えてかがり火に行きます。で、こいつから7が獲得できたので、この段階で、武器はプラス9までが確定しています。さあ、獲得するものを一通り獲得したんで、ルーンを使用しつつ、最大強化までね、上げていきたいと思います。はい、というわけで、名月月隠れがこの段階でプラス9、そして、うつしみがプラス10という形になりました。もうこれめちゃくちゃ強いです。さあ、というわけで、ロデイル、向かっていきましょう。さあ、王都郊外だね、の、このかがり火、外角の戦場跡から、ずっと東に向かって、ツリーガードを倒しに行きましょう。もうこっからはね、サクサクいける。本当にサクサクいける。
さあうつしみちゃんの強さ見てみましょう。今のとこ 10-0 で負けてるんだけど。外すの攻撃でも288は強いな。何もさせてもらえてないの草なんだけど、ダメだこりゃ。ナイス。ああ、食らっちまった。さあソウルもたくさん余ってるんでレベルがっつり上げちゃいましょうか。こんな感じでいいかな。はい、55レベル。いや十分だね、ソウルもぴったり。はい、でサクッとね、王城をクリアされたい方は、こちらのルートをね、通ってみてください。これがね一番早い。でこの黄金寺のね、デーモンが出てきたところの奥、ここのかがり火は灯しておいてください。祝福ね、灯しておいてください。何このコンボ、死んだ。いやー柔らかいね敵。さあ守り袋が4つになりましたが、つけるタリスマンがないのでこのまま行こうと思います。
どうしようかな。なんちゃうか。これ一応こっからも乗れるんだけどね。こっからちょっとこっち側に走ってから向こうなりに飛ぶ感じ。こういう感じで行けます。まあ欲しい人は取ってください。さよならティッシー。このぐらいのレベルだったらまだねティッシーの方が俺は強いかなと思うんだけど、どうだろう。もうちょっと威力に触れたり技量に触れたりするようになったら圧倒的にね映し見の方が強いと思うんだけど、今の段階だともしかしたらティッシーの方が強いかな。あ、頑張れ、月見。あとちょっとだ。行け。行け。行け、月見。お前の負けだ、モーゴット。さあ、というわけで、ロルドのね、割り符いただきましたので、大小国旗向かっていきたいと思います。というわけで、ワープ先はこの、大通り脇の霞台です。はい。で、かがり火出て、このまま、北東側に向かっていきます。はい、というわけで金庫にやってまいりました。
ここでね、どん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 火の巨人に向かって、進んでいきたいと思います。はい、でロルドの大食後期、降りて少し進んだここにマップあります。で下をこうぐーっと回っていく感じで、こういうルートで進んでいきます。でここをもたもたしてるとね、左奥の巨人がこう矢を撃ってくるので、なるべくね急ぎ目で。でここにかがり火があります。他にもちょっとあるかもしれないんだけど、私あんまりねここのかがり火の位置がまだ分かってなくて細かくお伝えできないんですが、はい。でかがり火ここだね、古遺跡の雪谷っていうのかな。で、ここに着いたらこうぐるーっと奥回ってこう行く感じで登っていきます。谷に着いたら右側だね。あっちにもね探索ポイントあったりするので、探索はね皆さんの方でしっかりやってください。あくまでこれは、RTA 風にちょっとルート構築はしているものの、あくまでこうサブキャラをね、作ったりとか、そういう目的のためのルート解説になってますので、その点ご注意ください。でもう少し進んでいくと吹雪になって先が見えないんですが、イメージ的にはこっち側だね、南東側に向かって走っていくイメージかな。こう右側の丘の上に登りたいので、ゴリゴリとこれを進んでいって、で奥に教会がね、見えてきますんで、その教会の方面にとりあえず進みます。全然倒せそうだね。私はこいつよりもここら辺にいるザリガニの方がむしろ怖い。むしろ怖いわ。はい、というわけで、第一のマリカ教会ですね。マリカとはラダゴンである。そういう言葉がね、最近生まれ出しているというか、言われ出しておりますが、まだ ラダゴンとは何ぞやと。いう謎に関しては皆さんの方で考察を進めてください。はい、というわけでレベルは64のままだね。だいたいまあここまで、来ていただいたらこのぐらいのレベルは最低限あるんじゃないかなと思います。で、マップがないんであれなんですが、これこのままこうずっと進んでいって、巨人のエリアに進んでいきたいと思います。右行くフェイントに引っかかってくれないか。でここに石剣あるんで一応拾っときましょう。
はい。で、現在地ですね。ここにマップがありました。で、今ここにいます。で、こっち側に進んでいくと、ここ、教会がありますんで、この教会に立ち寄ってから、ボスエリアに行くようにします。で、ちょっと注意しておきたいのが、オキナが出てくるんだけど、マジで強いんで、ま、行かれる際はね、ご注意ください。目の前でね、戦ってるあたりを、ちょっと左に行ったところらへんかな、に、います。で、この辺でね、馬から降ろされちゃうと思うので、ちょっとジャンプでちょっと近づいといて。で、戦う時なんですが、戦う前段階で、かがり火ともしときましょう。普通に負けうる可能性が高いボス。最も強いと言っても過言ではない。うまい避け方するな。ああ、死んだ。いや、このゲームどう考えても戦技強すぎるんだよな、正直。新入プレイとかでね、遊んでる人たちも結構このもう戦技の高さに、っていう感じにちょっとなってて、オンラインがあんま賑わないかもしれないっていう話がね、一部でちょっと出ちゃってますが、ちょっと戦技強すぎるんだよな。さあ、現段階で、雫瓶。じゃあ、聖杯瓶、プラス8まで来ました。個数は11個。同じ侍同士仲良くしようぜ。それ回避できんの？ああ、死んだ。危ない。ああ、うまい。まだまだだな。はい、というわけで、最強武器の一つをゲットいたしました。とりあえずこのままいっちゃいましょうか。教会出たらこのままこのルートで、この鎖だね、この鎖を目指して、進んでいきたいと思います。やばい、爆弾が邪魔。開 いた。
お、マジ。しみちゃんこういう時にあんまり使えないよね。移動が激しい敵とかの時にティッシーの方が強い感じがする。だから使い分けができると一番いいよ。さあというわけで、あらま、やばい、死ぬ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 。さあというわけで、以上で攻略のルート紹介は終わりとなります。まあもちろんね、この釜に火を灯して終わりでは当然ないんですが、この釜に火を灯すかどうかによって NPC が消えたりするところを考えると、おそらくまあNPC 系統のイベントを進められる、最後のチャンスが、ここをつけるかつけないかっていうところに私はなってるんじゃないかなと思ったので、今回はここまでのルート紹介ということで、攻略のルート紹介をさせていただきました。はい。まあ2キャラ目3キャラ目をね作るかどうか、あるいはまあもう一つのキャラクターでね、周回をしていくかどうかはもう本当皆さんの判断にお任せする形にはなってくるかなと思うんですが、ちょっとここむずくない？思うんですが、まあ一つね、このルートを参考にしていただけましたら、その、2キャラ目、3キャラ目、まあ例えば、技量系キャラクターで最初言ったけど、次筋力作ろうかなとか、祈祷系キャラクターとか、あるいは神秘使うようなキャラクター作ってみようかな、みたいな形でね、運用がしてもらえるんじゃないかなと思いますので、まあどっちかというと、セカンド攻略、サード攻略だね、2つ目に、2つ目3つ目のキャラクターの育成に、活用していただきたいルートかなと思いますので、じっくりとねやり込みたい方は、まあ序盤のねエスト集めのところぐらいまでにしといてもらった方がいいかなと思います。そうじゃないとやっぱヌルゲーになっちゃう部分とかもあるし、そのエルデンリングっていう世界観しっかりと楽しんでもらうっていうルートには少しね、物足りなさがあるかなと思いますんで、どちらかというとまあ2周目3周目がもうすでにできてるよっていう方向けのルート紹介という形で今回は終わっていこうと思います。はい、というわけで、今回の動画良かったと思う方は、ぜひね高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけで次回の動画までバイバイ。